これはね、時間と空間がないという考え方をすればいいんですね。時間と空間がない、いつも今しかない。ですから、今というどういう表現したらいいでしょうかね。神の働きと言った方が一番簡単なんじゃないですかね。神の働きを通して、例えば自分が以前にお母さんをやった子供の面倒をこうずっと、これからもずっと見続けると思うんですけども、はい、今その子供が助けてと言ったら、自分がお母さんであったということを、世の中全ての人のお母さんが全部すぐにサポートしてくれます。ですから、全く問題ない。の問題ないっていうのは、根性でね、遠の昔の自分の子供たちの叫び声をね、お母さんっていう声を自分が聞いてどうこうするんじゃなくて、天のお母さん、孫や、いろんな言葉で言いますけどね、このお母さんたちが、たちって言いましたけど、自分なんですよ。サポートします。はい。過去世で自分の子供だった人が今助けてと言ったら、私自身は気がつかないうちに助けてるということにまなるんでしょうか。あ、ある意味でね、当然です。当然です。全ての人のお母さんは一人です。時間と空間を超えて一人なので、そのお母さんが必ず助けてくれます。それで、うるさく言うと、自分はかって何万年か前にその方のお母さんをやったとしたら、同じですよ。同じお母さん、一つのお母さんをみんなで生きてるんです。今お母さんをやってるお母さんも、自分の赤ちゃんを面倒見てるつもりかもしれないけれども、大勢の人の赤ちゃんの面倒を見てると、同時に見てると、こんな感じなんですけどね。お母さんは心を澄ましてみると、子供に対する愛情を感じてみると、今子供に、実際に生まれてギャーギャー言ってる子供にね、対応しなきゃいけないということの知恵は全部持ってます。ただ考えるもんだから、ああでもないこうでもないって言うから、その知恵が働かない、それだけのことで、はい、これも以前のお母さんに、お母さんって呼んだら、はい、ちゃんとお母さんがやってくれます。何の心配もいりません。ということは、みんな誰かのお母さんをやってて、で、そのみんなが結局一つっていうことなんですね。全ては一つであるっていうのは、そういうことですね。だからこれ、ワンちゃんや猫ちゃんなんかね、子育てどうやってやってくださいよなんて言われなくたって、要するに野生のヤギやら野生のイノシシなんかも上手に子育てしますよ。はい、みんなお母さんがやってくれてます。お母さんとうまくコンタクトする方法っていうのはあるんですかね。呼び声をよく聞いてもおらえ母るさようんにっすてる。呼んだらすぐ来るけど、私なんか始終お母さんと一緒にいるけど。で、あんまりそれを感じられない人もいるんですけれど、全然あ、助けてもらえないとか。この話はね、神のと全く同じですよね。神を信じない人は、神様って言ったって、来てくれたかどうかさっぱりわかんないんだけど、実際来てるんですよね。ただ、信じてる人は具体的に神を体験する。私なんかそうですけどね、本当に具体的に神を体験する、それだけのことだよね。だから、神は呼んだらすぐ答えるっていうのは、そういう意味なんですけどね。はい、先祖も呼んだらすぐ答えます。はい、信じる心っていうのが一番大事なんです最終的に人生っていうのは、信頼感を体験することです。ね。結局みんな一つってことなんですよね。私もお母さんも先同生も。じ命意識を生きてますね。一つの命意識を生きてます。はい、それを気づかずに生きるのと気づいて生きるのでは大きな差が出てきますよね。これもご質問がね、素晴らしいご質問だと思うんですけども、私はそのことを知ってるので、世の中のお母さんを見てもそのようにしか見ないということだよね。これも話になると、神を信頼してるということは、神といつも一緒にいるということで、信頼してないという人は、信じてないと言ったらいいかな。神がそばにいないと思ってるから、実際は間近にいるんだけど、神を体験しないという選択をしてるだけですね。神を信じてしまったら、途端に神を自分のものすごく大事な存在という体験をしますね。それは、お母さんに対しても同じということお母ですさん、全く同じです。お母さんの存在を信頼している、そうするとお母さんを体験します。子供を虐待するお母さんが世のああ、中に世のい中たにはり、ね、
たくさんいますけど、いますね、残念だけど、はい、そういうお母さんでも自分が死んだら自分の子供を助けようと思うんでしょうか。あの思うも思わないも、あの自分はお母さんを見事にやってのけます。ただ根性でね、子供を虐待したりしてるとしたら、神の存在、自分のお母さんの存在を認めてないからでしょうね。だから認めてない選択をしてると考えられますね。そういうことを全然認めてない、だからあの目先のことばっかりで子供を見てるんでしょうかね。また逆に言うと、それだけのことで、それを自分はわざわざ選択して体験してるんでしょうかね。でそれを先ほども申し上げたようにカルマと言ってしまえば、それがカルマですよね。ではそういうお母さんも死んだら自分の子供を助けるんですか。今死んだらとおっしゃったんですけれどもね、今即座に母のお母さんの愛、お母さんのこの手のぬくもりを感じたら、はい、そのまんまで、あの生きててもそのまんまで素晴らしいお母さん役やります。そういう良くないお母さんでもやってるんですね、お母さん役、うん、実はそういう選択をしてないのでね、根性で子供をいじめるということに全然罪悪感がないということでしょうかね。私の子供だもんねと、こういうことなんでしょうかね。実はみんなの子供なんだけどね、結局どのお母さんも自分の子供を助けてるっていうことなんでしょうか。あのどのお母さんもあの見事にお母さんであるという体験をしてますね。あのただ先ほどから申し上げているように、難しい言葉で言うと時間と空間がないという意識がないもんでね、あの目の前の子供を何とかしようとするんじゃないですかね。